曇り空の下、阪神レース場芝 2200URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはエルコンドルパサー、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、待機シャトル、注目の三冠馬娘キンボリルドルフ、7枠13番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは15番10番6番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、15番先頭に立ちました。10番続いている。10番と15番2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。15番快調に飛ばして行きます。花を奪っていったのは15番、続きました10番。激しい先頭争い、第1コーナー回って第2コーナー、先頭を行ったのは15番、続いて10番、早くも激しい競り合い、そして6番、3馬身離れて待機シャトル、少し後ろからキンボリルドルフ、1馬身差ハッピーミーク、それを見るようにライズシャワー、少し後ろから11番、内から内から玉もクロス、さらに17番、そしてその後ろから行くのは9番、そしてその外から行ったのはエイシンクラッシュ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身、順位を振り返っていきます。現在1番手は10番、2番手に外から15番、3馬身差6番、さらには待機シャトル、それを見るようにキンボリルドルフ、さらにライズシャワー、外目をついてハッピーミー、その内並んで11番、内から玉もクロス、その後17番、1馬身差キングヘイロー、すぐに続いてエイシングフラッシュ、9番並んでくる、そしてその後ろから行くのはエルコンドルパサー、その後ろから7番、そして外目をつきましては8番、後方2番手に4番、12番、最後方からという体勢であります。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。待機シャトル、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは10番キンボリルドルフ、花を進む最終コーナー、最初に駆け抜けてきた。とどろけ天下無双の稲垣、キンボリルドルフ先頭はキンボリルドルフ、これは強いキンボリルドルフ、早い早い、もはや独走状態、200を通過キンボリルドルフ、足色は衰えない先頭相手、キンボリルドルフキンボリルドルフ、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。キンボリルドルフ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着エイシングラッシュ、3着に入ったのは待機シャトル。唯一抜きんでて並ぶものなし。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。待機シャトル、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは10番キンボリルドルフ、花を進む最終コーナー、最初に駆け抜けてきた。とどろけ天下無双の稲垣、キンボリルドルフ先頭はキンボリルドルフ、これは強いキンボリルドルフ、早い早い、もはや独走状態、200を通過キンボリルドルフ、足色は衰えない先頭相手、キンボリルドルフキンボリルドルフ、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。キンボリルドルフ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着エイシングラッシュ、3着に入ったのは待機シャトル。唯一抜きんでて並ぶものなし。芝 1800URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはナリタブライアン、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子マルゼンスキー、注目の2大マイル戦覇者オグリキャップ、7枠15番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。ミホノブルボンとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を
出せるか。一番人気ナリタブライアン。花を奪っていたのはマルゼンスキー。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ11馬身。さあ先頭に立ちました。ミホノブルボン続きました。マルゼンスキー5番3番手1馬身離れてオグリキャップ外目をついてガイワスターレットメジロマックイーン並んできた。それを見るようにハッピーリーク少し離れて前のトップガン内で7番ナリタブライアンここにいます。それを見るように16番そしてその内からいたのは9番それを見るように12番内から行く8番その後2番その外並んで18番後方2番手に11番ポツンと1人13番意気揚々と先頭行きます。ミホノブルボンどうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ナリタブライアン外で足を止めています。最終コーナー最初に立ち上がったのはミホノブルボン。オグリキャップ後続で残り4着先頭はいてミホノブルボン。外から上がってきたのはナリタブライアン。ミホノブルボンまだリードをキープしています。並んでくるオグリキャップ200を通過。オグリキャップ足色は衰えない。速い速いミホノブルボン追いすがる。先頭はオグリキャップ。変わらない強さを見せつけてオグリキャップゴールイン。圧巻の走りでレースを制したオグリキャップ。 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着ミホノブルボン3着ナリタブライアン。よしお腹が空いたな。ダート 1800URA ファイナルズ決勝16人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはマルゼンスキー1番人気です。実力は負けていません。2番人気テイエムオペラ王ハルウララ現在3番人気。下克上は起こりうるのか。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはテイエムオペラ王ハルウララ。三輪早いで期待通りの結果を出せるか。1番人気マルゼンスキーテイエムオペラ王早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていったのはテイエムオペラ王。先頭から大きく離されて2番手はハルウララ。1馬身差マルゼンスキー4番手にメジロマックイーン5番手に三輪早いでアグネスターキオ並びかけてきた。それを見るように11番14番並びかけてきた。12番並んできた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身テイエムオペラ王まだリードをキープしています。続いてハルウララ2馬身3馬身開いてマルゼンスキー外から外からメジロマックイーン差がなくアグネスターキオそして外目をつきましては12番14番並んできた。内から三輪早くて内の方から11番ここは第3コーナー桶狭間ポイント10番並びかけてきた。内にはグラスワンダーその後ろにハッピーミーク少し後ろから1番外には3番後方2番手に16番まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ハルウラ前を狙っているぞ。4着を切りました。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはテイエムオペラ王ハルウラ驚異的な末脚ハルウララここで抜け出した。残り200速い速い食い下がるテイエムオペラ王ハルウララリードは2馬身前方は依然ハルウララ後ろを突き放してハルウララゴール板を駆け抜けた。これは見事な走りハルウララ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はテイエムオペラ王3着に入ったのはグラスワンダー。芝 2000URA ファイナルズ決勝18人の馬娘たちが挑みます。さあ1番人気の紹介です。ジンボリルドルフ2番人気を紹介しましょう。メジロライアン注目のトリプルティアラの馬娘エアグルーヴ4枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフマルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキーこのままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はフィシアーマン1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭はマルゼンスキー単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはグラスバンダーそして外目をつきましては8番4番手にはフィシアーマン
内から行くエアグルーヴ、外を回って14番3番並びかけてきた。そしてその後方には16番、市場新さんハッピーミーク成田大使並んできた。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9橋、順位を振り返ってゆきます。マルゼンスキーまだリードをキープしています。続きましたグラスワンダー、そしてエアグルーヴ、外を回ります。14番、すぐに続いて8番、それを見るように石山、少し離れて3番、少し後ろからハッピーミーク、それを見るようにメジロライアン、17番並んでくる。すぐに続いて16番、少し離れて成田大使、それを見るように2番内を回ります。4番、外を回ってジンボリルドルフ、1番並びかけてきた。後方2番手に12番、9番並びかけてきた。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあ余裕直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。エアフルーヴ前を狙っているぞ、後方まで400、グラスワンダーここで抜け出した。最終コーナー最初に立ち上がったのはグラスワンダー、2番手争いはエアフルーヴ、マルゼンスキー残り200、グラスワンダー苦しいけど粘っている。並んでくるエアフルーヴ、エアフルーヴ抜け出した、エアフルーヴ差し切ってゴール、エアフルーヴ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着グラスワンダー、3着はメジロライアン。聞こえるかこの歓声、これが理想というものだ。上芝2000 URA ファイナルズ決勝、16人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはジンボリルドルフ、1番人気です。実力は負けていません。2番人気東海帝王、注目のここまで無敗トリプルティアラの馬娘ダイワスカーレット、3枠6番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ダイワスカーレットと3番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は3番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはダイワスカーレット、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、外を通りましてグラスワンダー、少し後ろからメジロマックイーン、シンボリルドルフ落ち着かない様子。ダイワスカーレットまだリードをキープしています。続いて3番、そして外に続きましてはグラスワンダー、向こう正面に入って先頭はダイワスカーレット、順位を振り返っていきます。先頭は変わらずダイワスカーレット、続きました3番、さらにジンボリルドルフ、その外並んでハッピーミーク、少し後ろからグラスワンダー、その後メジロマックイーン、16番並んできた。内から東海帝王、外を回って15番、市場新さん10番、少し後ろからオグリーキャップ、内にはエアグルーヴ、少し後ろから8番、外には私が1番、後方2番手に9番、そして最後方11番、ダイワスカーレット。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の脚質には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。食い下がるシンボリルドルフ、ダイワスカーレット、速い速い、もはや独走状態。200を通過、ダイワスカーレット、突き放す、ダイワスカーレット、逃げる、リードを開いていく、ダイワスカーレット、強さを見せつけて、ダイワスカーレット、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。ダイワスカーレット、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはシンボリルドルフ、3着ハッピーミーク。やっぱり私が一番だ。